はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は投手で渚ちゃんを使っていきたいと思います。モテモテがついてる、超いらねえ彼女キャラ別に入れてないからね。まあルナちゃん選手兼彼女キャラですけれども、PSR の、渚ちゃんを連れてくることができたというか、お借りすることができたので、連れてきてます。でボーナスが PSR50 まで、見れるのでちょっと確認していくと、50でね試合経験点ボーナス20と45で、イベントボーナス80で、 PSR の場合は42で試合経験点ボーナス15ということになっているので、PSR の渚ちゃんは本当強いですね。50まで解放できるかっていうね、問題点というか、あとはどれだけ復刻してくれるか、人気キャラにはなると思うんで、ちょいちょいね復刻してくれれば嬉しいんですけれども、50までいけば相当強いですね。試合経験点ボーナス20なんて強いでしょう。練習には来ないといえ、イベントボーナスと試合経験点ボーナスだけで相当稼げると思うんで、金徳2つっていうのもありますからね。で、選手兼彼女キャラ、通常ルナちゃんを連れてきてます。あと神楽坂くん、虹谷、サンタ、立川、暁、守るで、やっていきます。で強化街道は、通常バージョンですね。マウンテンが始まっているので、マウンテンバージョンもあるんですけど、別にそういうことをやるわけじゃないんで、通常の強化街道でやっていきます。ルナちゃんの評価上げつつ、監督の評価上げつつ、ちょっと敏捷ポイント稼ぎますか。あ、他の人たちの2種類練習を見てない。ルナちゃん今メンタルだったよね。他のキャラ、虹谷はいつもの通りだけど、神楽坂くん守備かで、虹谷はいつもの通り、タッチはスタミナ、守るくん変化球、なんかあんまりこうちぐはぐな感じがするな。まあいいか、やっていこう。で、いない、そうだ、ルナちゃんがいねえんだよ、そもそも。じゃあ監督許可上げつつ、虹谷、やっぱりね、最初はルナちゃんの評価を上げてクリスマスをね一緒に過ごしましょう。でコツがある、守るか、いいな、タッチか、メンタルで回復しながらコツがもらえるっていうのはでかいけど、リリース取れる技術、変化球ない変化球がないわ。いや、ちょっとここは、リリースでもしょうがない、練習、そもそも練習。変化球ポイントくれた。次はメンタルのルナちゃんがいなければ寝ちゃいますか。ここはね体力の最大値が上がるだけなんで。で、野手の方でねちょっと細かく見ていったんで、イベントに関してはそのまま、流していきます。高速で、ここはちょっと寝よう一回。あ、これどうしようか。花、クロスワードパズル、高級タオル、前回高級タオルにしたから花にしとく。なんかやる気が下がるみたいなこと書いてあったけど、ちょっと花にしとこう。あ、そうか、これか、ここで変わるんだっけ。カーネーション、ガーベラ、ちょっと見よう。カーネーション強化5、やる気マイナス、これだけ。ちょ、ガーベラ一択だなこれ。じゃあガーベラでいきます。速球中心になるんだ、書いてなかったけど、ランダムか。そうすると、守君これリリース取れるでしょう。変化球38、割とギリギリだな。でもリリースはちょっと掴んでおきましょう。で、OK、臨床はね、またか、臨床はなんとかなると思うんだよね。こうやってこう構わないだな。鉄腕もね直取りしても全然大丈夫だけど、体力優先でいきます。速球中心だけど変化球中心に上書きされるかな。てか待って、ルナちゃんちょっとここ神楽坂くんいるけどな。ルナちゃんまだだけど、9月か、勝ち運取れる、取れそうだな。でリリースは取ったでしょ、だから勝ち運取って、あれどこ行った勝ち運真ん中の方だよね、あった。ちょっと守備練やりましょう。タックでね守備練やったりするんで、イベントで臨床ポイントもらえなかったとしても、よし、キレつかんだ、これやったかい、やったな。今回虹谷もね奪三振とキレ両方取らないといけないんで、
構わない、いいよ、怒りの評価なんて普通に中級上がってくるんだから。1回3回練習とか起こしたい気もするね。そもそもいねえし、ルナちゃんの評価も気になるからな。ここまで来るとこれ体力下がっちゃうんだよね。まあ、進めていきます。お、いいね、神楽坂くん、ありがたい、いいところに来てくれた。これは大丈夫かな。スタミナちょうどコツがある。ルナちゃん、キレは取っちゃおう。3で85あれば全然余裕でしょう。よし、で今回一応カロリーバーをね持ち込んでは来てるんですけれども、ここ 4% は大丈夫でしょうって言って怪我するんだけど、ほい、よし。でルナちゃんの評価ももう大丈夫なんで、こっちでね練習が来ると、あ、牽制とか取っとく。そう、コツで練習が来てもね敏捷ポイントもらえるんで、部屋に戻って休むか、体力全然ないしね。はい、寝まーす。あー、休息を上げる前に休息が来たか。休息コツが来てないからね、そもそも。コツタッチ、ルナちゃん全然大丈夫だよね。多少置いておこう。打たれ強さ、打たれ強さはちょいちょいイベントで手に入ったりするんで、ここはストレート。脅威の切れ味が神楽坂くんと被ってるので、でルナちゃん降格、まあ安定だね。前入れは渚ちゃんは時期が決まってるし、神楽坂くんとルナちゃんしかいないんで、まあ、ここは安定ですね。まあタック的にはルナちゃんが乗ってないのか、まあしょうがない。でコツは玉持ち、よし。そう、低めが取れないからね、ちょっと技術が必要にはなるんだけど、また 4% か。ブレイクスルーが打てるんだけど、ちょっと3回練習、いやちょっと虹谷だな、こっちが優先。今はことくれるかっていうのがあるんだけど、なんだこいつ、虹谷どうしたお前、なぜ俺にコツを教えてくれない。いや、ここで打とう、虹谷いるし。でこれ打ったらもう体力もブレイクスルーのポイントもなくなるんで、ちょっとルナちゃんのデートを集中的にやっていこう。回復キャラじゃないんでね、まあ、2回目で大きく回復しますけど、ようやくコンコツ、いや急速コツも普通に欲しいんだよね。一応見る、ゲー99%とか、まあ、死ぬよね。ちょっともう一気に消化しちゃいます。ここでまあ、5回やれば体力はいい感じになるし、一応まあ見るだけ見るまたコツか。まあ守るくんはさすがにコツの発生率高いよね。で体力が一気に回復するんで、ちょっと守るくんとかのコツが来た場合は練習によっては考えよう。てかこんなに回復すんの、87とか、もうモテモテだしね、意味ないから真ん中にしよう。さらにムードがついてくれればつかない。守るくんか、ちょっと満タンまでいったか。そこまで60くらいかなって思ってたんですよ、回復すんの。で次がルナちゃん勝負だから、一応ちょっとフォーク持っとこう。でタイピンはもうさすがに直撮りするのは不可能だから、ちょっとここは守るくんのコツ、休息コツが欲しいですね、やっぱり。よし、ありがとう。とりあえず3来てくれればちょっと上げても大丈夫かな。で神楽坂くん、キレは取ってあるんで、こっちを見よう。虹谷か、これは虹谷だな。守るくん、いや3掴んであるから、まあタック、ダブルタックを考えると、まあこっちですね。コーチもいるし、うまくいけば回復して3回が狙う。おい虹谷、お前何なんだ、ほんと何なんだ。よし、特製おにぎり、2週と3週で3回目でクリスマスを迎えて全開するかな。あー、ちょっとコツだ。あー、タッチか。タッチのコツだったらまあ3回練習狙っていきますか。どうだ、ゲンタムだった。
ドクター K もね結構重いは重いからね。タックは来てる。コツ守るくんか。まあ守るくんだいぶちょっと悩んだけど、球速が直で上がるイベントってあったっけ。142まで上げとこう。一旦やっぱりね C になる144までは上げておきたいんで。で今回マウンテンでね、あの球速何キロから何キロが A だよとか B だよとかっていうのが出てるんで、それあればだいぶ分かりやすいかな。147から B だっけ、で152から A だったはず。あ、どうしよっかこれ。走ろう。怪我しにくさ、タッチ怪我しにくさくれるからね。1回もらったらちょっと掴む。緩急よし。やっぱりクリスマスイベントはあった方がいいな。守るくん変化球か。まあいいや、やろう。おっと笑顔。よし、タイピン。ここはね本当に大凶じゃなければいい。最初にいっぱいもらえるんでね。よし、大吉また組めるね。まあさすがに変化球で固めてきただけはある。ちょっとね44にはやっぱりしておきたい。これで C ですね。 C ブレイクスルーが打てるっちゃ打てるんだけど、ダブルだからな。3だったらブレイクスルー確実に打ったけど、お勉強のお時間です。お勉強のお時間もなんか成功失敗みたいなのありそうだよね。なんか全然わかんねえみたいなこと言ってくるからね。よし、脅威の切れ味も安定。あー、ワンタックか。守るくんのコツか。今でも1だよね、タイピン。そうだな、ブレイクスルー打って練習して、ちょっとルナちゃんのデート完走させちゃってタイピンも5にする。もったいないな、もったいないけど、いや、ちょっとブレイクスルー打ちます。ここは打って練習して、体力ヘリーのブレイクスルーポイントもヘリーのコツもらいのタイピン。これなんだ、やらないでいいや。変化球ポイントとコントロール。あ、お疲れがいけんのか。お疲れにしようで、お疲れして、ちょっと待って。まあただタイミング的には悪くないね。ケツを触られた。1人ルナちゃん、まあ、ルナちゃんだったらいいや。ちょっとお出かけ2回して3回必要なのか。3周4周、タイピンはもらっとこう。タイピンもらっとくんだけど、その前に変化球をもう一つ覚えるか。800とかめちゃあんじゃんどうする。いつも同じだからね、いつも同じだから、今回ちょっと別のを取ろうか。スローカーブ4で、もう1球種覚えとこう。高速スライダーとかなんですよ。カットボールとかね、ちょっとそういうのあんまり覚えたくないんだよね。球速は守君がいる関係で速くなると思うんで、緩急をつけていこう。緩急を変幻自在も取るつもりだしね。これでタイピンが3にはなるのか。で精神もただな、余るかって言われたらそんなに余らないはずなんで。カチューンが発動してるけどさ、大丈夫ですか。よし、これ振ってくれるとすげえいいんだけどな。釣り玉振らない。緩急をつけよう。スローカーブ多いね。早めに振った。やはり野球は緩急よ。卓球全然知らねえけど来た、2回目。あ、そうか、これまだあれか。ここでちょっと精神を取っとこう。あれ、ていうかさっき最近取った、あれもう5になった。結構これやる気2上がるんだ。あ、全然5じゃん。あ、じゃあいいや。それだけ取っとこう。だったいつ取ったんだ、全然覚えてないんですけど。で、守君コツ
コツさえもらえればそれで OK。 よし、あとはちょっと行こう。 OK、 ワインドブレーカー、まあ、C まで上げればねとりあえずなんとかなる。7%か、ちょっと割とこういうのが多いね。あ、割とこういうのは多いけどコツもらえるんだったらそれはそれでよし。肘が痛い、大丈夫か。しかも筋力と変化球もらえるんだったらかなりいいな。いや、やっぱりねルナちゃんいいよ、普通のルナちゃん超いいよ、マジで使える。変化球3回いけそうだな、やろう。まあ、二刀流ルナちゃんがな、これどれがいい。ああよかった、リア牽制つかんとこ。あ、そっか、もうあれか。どうする、3回やる合宿だけどな。一応カロリーバーまだ1個も使ってないから最悪カロリーバー食って乗り切ろう合宿を。よし、ちょっと3回練習はやっときます。もし球速が上がったらあれだけど、そんなに上げられる筋力ポイントもないんだよね。肘大丈夫本当に。ここはどうしようか、打撃について語っとく。あまりミート上がってもしょうがないんだけど、たくさんのはちょっと全部微妙だよね。投手にとっては、お、合宿前に、え、これどうしようか、ちょっと待って、どうだっけ。一応見てみよう。回復できるんだったら回復したい。あー、早く元気になろう、書いてなくて早く元気になろうって言ったら回復したんだっけ。あ、そうだよね、ちょっと前回と同じになっちゃいましたけど、回復を狙っていきましたと。守君、ルナちゃんやろう。いや、でもこれでね経験点くれるからね、やっぱり守君はいいよな普通に。スタミナに来てくれれば相性いいよね。守君って筋力ボーナス的なの持ってたっけ。え、ダメ失敗しやがった。バンタック、虹谷のコツ 8% か、またそんな感じか。ブレイクスルーが打てるんだけど、打てるんだけどっていう感じだよね。ドクター K がさ、ちょっと切れ味取っちゃおう。ドクター K がさ、そもそも直撮りは無理だよ、きつい。あ、ちょっと待って、切れ味もキャンセルしてしまった。一桁か、結構一桁やってるね。やろう、 OK よし、ポンコツ、あ、これでポンコツは5になって、回復しろ、 OK で、あー、2人いるのか、スタミナちょっとなさすぎるからな。一旦40にして、で、ちょっとここはブレイクスルー打っちゃおう。で、スタミナダブルタック1を8、いいね、上がり方は全然えげつない。で、精神がいるのか、イッチーまだいるね。イッチーのねスタミナ結構いいんだよね。だからスタミナ時間上げのあれも上がってるから、ちょっとどうするこれ。だって自分でプレイしてもしょうがなくね。汗をもうちょっとこう祈るしかない。投手のな、野五郎くんなし街道はこれが辛いんだよな。野手だったらまあ自分で打って、最悪さ代打だったとしても、おお、1点入れられるけど。てか俺出た、最後俺っぽくなかった、トシくんの方に向かってったの。続いて1だしあれ、てか俺先発だった、そもそも1点取られたの、自責点1って。まあいいや、わかんない。あ、これはあれ、俺にするとどうすんの俺。マイムラで普通に回復だよね。ポッカフェス自体はいらないけど、神楽坂との虹谷、あー、これ取っときたいよな。うん、奪三は絶対欲しい。よし、 OK、 で、渚ちゃん、なんかあったっけ選択肢的なの。ない。経験ってやっぱ入るね。100くらいは入るか、100以上入ってるけど。変化球、2人やっていこう。
低めはな骸骨がないからね。で変化球見る。ダブルか。ブレイクスルーがたまりそうだな。練習して3回も狙えそうだね。あのカロリーバー食って、カロリーバーまだ食ってないからね。これ何上げてたんだっけ。あ、高速スライダーだ。球速がどうとかおざいてたけど152、これが A なんだよね。で156以上とかが S かな。ちょっとこのところ上げとこう。いやー技術がなくなる。ってことはちょっと一刻を食えばいける。でブレイクスルーがたまるから、それで3回目やろう。変化球ちょうど、まあ、阿久津くんだけどダブルタックになってるし、神楽坂くんのコツもあるので、あー復活か。復活で精神めっちゃ使うんだよね。復活3で取れるの、そもそも。2個目の特能だからね。よし、玉持ちは重いから、これ何どれがいいの。いや練習メニューで。よし、球速が上がった。ここでの球速が上がるのはありがたいね。まあ、ピンションは大丈夫でしょう。ちょっとマインドブレーカーを確認していこう。17か。それでもあれ、脅威の切れ味はもう取ったから、ピンションポイントについては気にしなくて大丈夫。ドタケ、いや脱サをちょっと5まで置いときたい。で緩急はもう取らざるを得ないよね。タイピンは2にしとこう。打撃強さはなんか丸でもいい気がする。なのでここも死んじゃうから、ルナちゃんを乾燥させよう。でルナちゃん2回乾燥したら1回寝よう。体力自体は回復しないんで。でもう1回デートして乾燥させますと。まあ、空デートはあるんだけど、ほら来た。まあいいや、回復という意味で。回復するだけだったら喫茶店が一番いいはず。一応タックを見る。うわー、ダブルタックか。ダブルタックを逃すかどうかだな。5月の2週1回くらいだったらやっちゃう。来た、肘が怖い。そしてこういう時に限っておにぎりを作ってくれる。いや本来だったらありがたいんだけどさ。ワンタック、まあワンタックだったらね、ちょっといいでしょう。ブレイクスルーポイントが調整していかないと厳しそうだな。下よし、変幻自在ゲットしましたと。2%、まあ別にいいでしょう。で1回寝るか。でまた6月か。7月の1週あたりからやっぱ練習し始めるのがね、一番調整しやすい。寝よう。ここはちょっとチュンチュン。臨床、あーコーチか。コーチね。変幻自在はじゃあ取っちゃいましょう。2でつかめるっていうのもいいよな。重い。今となってはこの149がすげえ重いわ。低めはね、コツがもしつかめれば1でも、精密機械自体は61で済むんですけど、低めの88が乗ってるんでね。やっぱり板村くんとか連れてきてもよかったかな。まあでもまあそうすると守るくんも多分外すっていうことになるから、コーチを狙いつつ練習するか。まあこれワンタックだからね、ゲージは全然溜まってないのか。ちょっとコーチを狙いつつ。ありがとう。あ、これがね、どうしよっか。なんか経験点が分かんねんだけど、全部乗ってないからねまだ。変化球ポイントはいらないから技術が欲しいんだよな。金魚すくいは変化球ポイントっぽいんだよね。射的か。射的にしてみよう。ちょっと待って、これ見る。
あ、もうちょっと進むか。まあいいや、ちょっとこれで一回進んでいきます。あ、で一番下選ばないといけないんだっけ、本当に、うん、まあ一応取れなくても嫌だから郵送する。ちょっと噛んじゃったけどさ。大丈夫か俺みたいな。筋力じゃねえか。あ、技術入った。いや、すげえすげえ入ったな。ポイント成功したからか、鉄腕かなり掴んでるから。このくらいのブレイクスルー量だったら調節できるかな。鉄腕、いや安っ。812とかさ。いや一応あの調子安定取ってるんで骸骨は掴んであるんですけど、812は異常でしょこれ。取ろう。何の痛みも感じない。で上げられるな。ワンタック、ワンタックだったらちょっと少しスタミナが足りてないんで、怪我しにくさ。取ろうか。ちょっと待ってね、ゲージがやっぱりちょっとゲージがあんまりよろしくなさそうだ。4でしょ、多い。70使うのか。でもマブちゃんがいればな、直撮りしてくれるんだけど。虹谷、これはちょっと肘本当に大丈夫。よし、たっさんこれで5になったんで、まあ、かなり軽減はできるかな。どうしよう、一回寝よう。これちょっとブレクセルゲージが余りすぎる。これ7月中になんか強制発動しちゃいそうなんで、ちょっと一回寝ます。どっだけ取るでしょ。1だとやっぱ重いよね、まあ、確かにいい金徳ではあるんだけど、試合でかなり使えるんで、追い込むことなんて全然普通毎回あるんで。よし、で変化球がまた余り始めてきてるから444になってんね。4球締め覚える。じゃああるし、どこ覚えてんだ。高速スライダー、スローカーブ、フォークってことは逆系か。何がいい、サークルチェンジとかで。いや投げないけどさ、投げないけどやっとく。技術100くらい使うんだ。でも余っててもしょうがないからね。じゃあ高速シュートにする。高速シュートにしよう。ほい、タッチの真似。ここ寝る、一回寝ます。よし、でブレイクスルーのゲージを調整していきましょう。さてさてさて、ここはもうちょっとガチで甲子園優勝狙いに行かないといけないんで、ピンチャンだな、まあ、がっつり 8回以降操作みたいなのもありかもしんないけど、それってさ、なんか守備やらされるんだよね。俺守備ザルだからな。であんまりさ点を取りすぎるとさ、コールド試合になってさ、出番が少なくて経験点が結局入らないっていう悲しいことが起こるから、ちょっと草のでホームランを打っとこう。絶好調であれば余裕でしょう。弾道引く、僕弾道2か。まあいいや、トシ君がいる。ちょっとやる気がないんだけど、パワーヒッターが発動してくれてれば。ちょっと待って、薬師寺で打とう。じゃあ OK。 薬師寺ってなんかそのイメージだよ、イメージ的になんか勝負師的なイメージもあるんだけど、俺のマインドブレーカーを見ろ。どうよ、梅村くん、しかもあれじゃん、先発じゃん。あ、梅村くんって俺か。逆だった。ピッチャーをねマインドブレーカーすると調子下げられるんで、かなりいいんだけど。中江くんだった、3番か。146キロからこの112キロ、30キロ差はあるの。スタミナ不安があるね。でもトシ君だからなんとかなるか。もう6回でスタミナ D でこのスタミナ量だったら、いやトシ君いいわマジで、すげえ助かる。打たれた。 OKOKOK、 舐めすぎてたわ。何やるな、くれ落とす。
よし、みんなの調子を下げていく。意外に結構回ってくるね、ラズベリーごときで。おっと、 OK、 やることはワンパターン。あ、ちょっとスタミナが減ってきた。さすがに8回ともなるときついか。これさ、ストレートの音すごいよね。このミッチョに、ミッチョってミッドにさ、スパーンっていくのが。投げ切る、投げ切れんな、このスタミナ量だったら。トシ君様様よ。ちょっとやっぱりでも落ちてるか。あれ、コツつかんだっけ、神楽坂君の尻上がり。先発だったら尻上がりあると便利なんだよね。ちょっとあとで行ってみよう。今回試合を操作するんで尻上がりを持っておきたい。よし、スタミナ C までちょっと能力上げていく。まあ、復活をね最後取る関係で、まあ、甲子園優勝したんだけど、まあ、先発タイプを目指さないといけないんで、なんだかんだで 5-0。 そうか、ノゴロウ君と対決しなきゃいけないのか。先に徳の牽制とか一応取っとこう。精密機械取るか。ちょっと取れるときに取っとこう。あ、尻上がりねえわ。精神か、技術はあんまり使わないけどな、あんまり使わないけどなだよスタミナちょっと C にしておきます。あとは練習。ルナちゃんか、守るくんか。もう守るくんはポイントだからね。ジャイロボール、そっか、牽制骨くれんのか。打球反応だった、間違えたなんかどっちでもいいやって感じだけど、ダブルタック阿久津だけど、あ、それでもね、もちろんいないよりは全然いいんで、これカロリーバー使えばまあなんとかなるかな。さて、ピンちゃんでもさ、ノゴロウくんマジ打ちづらいかんな。前回キバと対決したけどねもうホップの具合が全然違うし。いや大丈夫だ、問題はない。ソネ、お前をゼフ長にしてやる。直球ストライク、インハイへ。タイミング合いません。ボール、何、次は4球目、投げた、外れた。やるな、そっからの緩急。見逃しの三振。どうよ、梅村と心を決勝ピッチング。よし、待って、トシ君これしてるとこ。トシ、お前ならいけるはずだ。終わった、さすが、トシはマジで強い。また回ってきた。お前インド渡すのは。おー、行かなかったか。ジャイロボールが重すぎるよな、本当に。ちょっとコツコツやっていこう。一層なんて持ってんだもん。まあ、重い分ね、なんていうの、外野フライになることもちょっと少ないけど、ポテになるんだよね、こういうのが。球が重いから特にこういう貧弱キャラに関しては、まあ、あと内野の頭を越えないっていうのもあるけど、まあ一応なんかね、好調か、お前のその好調をいけ、むしろ点入れられたし、1失点くらいしょうがない。3球で肩をつける。空振り三振。最後はキレのある変化球。結構待ってくる。あ、それくん絶不調になってる。さっき絶不調にしたからな。むしろお前をインドを渡す。何、大津くんまだやる気があるね。パワー G か。ただビートが高い。ライカしょうがない。
さて最後に入ります。いいね、トップバッターはやっぱりこのスタミナのね、蹴り声が全然違うよね。投げました、ストライク、追い込んでからキャッチャーによって投げた、見送ってボール、まあ、しかもトッシーはね、打てるキャッチャーだからね、インコース低め、本当強い。空振り三振、バッターは6番大津、今日はここまで3打数1安打、9回になると変化量がちょっと下がるっていうか、スローカーブ決まってストライク、これで高速スライダーの曲がりがなんか悪くなってる気がするんだけど、ちなみに高速シュートは2だから使ってない、ただの偽球一回使うじゃん、全然曲がんねえんだけど、しかも2人ってるし、優勝決めました。さてここからはちょっと一回カロリーは使っちゃいますか、なんか次いい練習来てもできなくて終わっちゃうんで、カロリーバーを使いつつメンタル、こっちじゃねえし、ここはメンタリングをしますと。で、球速か、スタミナも悪くないんだよな、50。ただ守るくんのポイントを考えるとこっちがね、いいね、マチェです。甲子園からの高校マジで強いからな、153か、変化球ちょっと高速シュートいけるね、手応えとか欲しいな。まあいいや、とりあえず一旦試合に行こう。コントロール何気に C か、まだ精密機械を取っちゃったからね。お待たせいたしました、街道、まあ、2アウトか、こいつを抑える、鉄ポーズか、お前は確実に三振で仕留める、鉄ポーズが結構黒くない、鉄ポーズが結構追い込んでいます。肩が殿下のフォートフォーク、ギャーしかも点入れられてんだけどやるな。初球ストライクか、第2球低め外角ストライク、これで追い込みました、ストレートはボール、高め第4球を高速スライダーボール、これで打った、プラスアップ上がった、取ってこれで3アウトチェンジ、2回ちょっと待ってこい、待ってこないんだけど大丈夫ですか、うちの打線ピンチです、ワンアウトランナー1塁、しかもスローカーブを投げてしまったな、走られたか、ランナーを進められてしまいました、1球外してボール、しかもさ、ワンアウトじゃねえかよ、低めの変化球でスイングアウトを取りました、ムロボシとかいうのが出てきた、威圧感ラッキーセブン、なんでさ、こうみんな簡単に威圧感を持ってんの、投げました、石壁とかもそうだけどさ、投げました、アウトローを見送って今ラッキーセブンじゃん、しかもだから代打出したのかな、よしラッキーセブン男行けみたいな、次は5球目、投げました、フォークがいい、見逃し三振、どうよ梅村、ここヒット0本じゃねえかよ、ちょっと待って、ここは確実に抑える、投げました、見送ってストライク、どうなってんのうちの打線、投げた、打ちました、これ大丈夫でしょ、取りました、これでワンアウト、ランナーはこれピッチャーきついよね、打線の援護全然ないんだよ、投げた、強心臓がないとやってらんないよ本当に、投げた、どっちかというと打たれ強さ系か、不屈の魂だね、打ちました、誰も打ってくれない、これでツーアウト、鉄砲塚お前の出番はないんだ、投げた、そりゃさノーヒットで来てるんだったらさ、鉄砲塚9回まで投げるよね、簡単にツーストライク追い込んだ、しかし打った、お前はここで一旦調子を下げてもらおう、直球は外れても、そこから緩急で危ない球、おっとこっちにしよう、投げました、打ちました、奥山バックして取りました、なんか怖い、ヒット1本じゃねえかよ、9回の裏、しかも8番打者からか、この回の先頭バッター初球、よし、OK、ボールが転がる、さて、いいバッティングを見せました、まあもちろん代打出るよね、それ代打だけど、いぶし金とかさ、なんなの、初球を打ちました、レフト前クリーンヒット、回答、最終回で、さて、やべ、ヒーローの時だ、第9、お前が、危ない危ない、お前が甲子園のヒーローになるんだ。やる気は申し分ない、待って打ちました、鉄砲塚だろ、バッターの足元ストレート狙いでいけるはず、次は5球目、これだ、ちょっと待って粘る、
やべ粘るヒーローになるため絶対ダメだ。初戦やべはやべでしかなかった。奥山君かなじゃあゲーまあ最悪同点にはなってるからね。草のお前がヒーローだ。クールっぽいよね草の。めっちゃ喜んでるしクールでもなんでもなかった。これが野球よ。9回までヒット1本で抑えてたとしても試合には勝てない。さーてブレイクスルーやろう。おダブルタッカーまあいいでしょう。やっちゃおう。でタッチのコツか。なんか怪我しにくさとか来ても取る余裕はないけどいいね。ここはポイントでよかったかな。ジャストピット足りる経験点がそもそも。でシュートも4になったな。ちょっと弾道1にしとく。なんか俺回ってくる可能性あるからね。10だったらいいでしょう。パワーもなんとなくF にしとこう。で技術が足りないからミートを上げる余裕はないんだよね。でちょっとジャストピットは取っとこう。うわー技術使うわー。でも取るしかないしょうがないよ。マジかマジかで、そっじゃあスタミナちょっと上げよう。直で直っていうかポイントで上げちゃおう。技術使わなくて筋力余ってるんで。で変化球いや変化球あるけどさ結局技術使うんだよね。まあ、神楽坂くんがいるから神楽坂くんいなかったら相当技術不足になってたな。神楽坂くんの技術ボーナスがやっぱりある程度効いてると思う。ランナー2塁という場面で大金投げたすげえな。こっちはさ高校生のくせにいかれてるよね能力が。もう次は5球目ストライク空振り三振バットが振動4じゃねえかよ。あそうだ振動だ向こう。相変わらず打てねえしうちの打線は。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。打ちました。てかさなんか俺あんまりその高校野球とか見ないからさあんまっていうか全然見てないんだけどさなんか優勝した高校のピッチャーあれ優勝したんだっけ準優勝したんだっけよくわかんないけどなんかその投げすぎ問題みたいなのが出たじゃないですか投球数の。それ俺大丈夫なのかな。ずっと投げてるけど最初のバッターボックスはフォアボール第2球投げた。タッチの上杉君だってね甲子園で投げすぎて肩壊してそれでプロ行けなくなったんでしょ。まあどうだろうね俺には分からんよ野球詳しくないから。トッシーアーチストいいね。このアーチストっていう金プレートがいいよね。さあ5球目ちょっと待ってカーブを投げてきたか。しかしあ勝手に点取ってくれたってことはなんだホームラン打ってくれたのか、まあ、それにも走者一掃のタイムリーを打ってくれたのか少なくとも俺の出番はなかった。パワー S じゃねえかよ大柳くん。絶不調にしてやった大柳くん絶不調だ。で絶不調にしたのに1点返されてしまった。谷川君こいつ一層持ってるやつか。一層するさすがだな。一層とまではいかなかったけど入ってくる。よしよしよし点はただねやっぱり取れるときに取っておく。毎回毎回言ってるけど逆にマジ何が起こるか分かんないから。これでツーアウト。お、俺だ。ランナーは2塁変わりません。ちょっと投げました。能力上げたからね。パワー F。弾道は2。どう？何があって感じだけど。やべ、さっきヒーローになれなかったな。初球から打ってた。お、いいね。カイドウ、さらに点追加。ツーアウトランナー。盗塁アシストか。今日はここまで3打数1安打。でもやべもう2塁にいるからね。さあ次の投球。これは正面いっちゃったね。さて最後締めくくりましょう。先頭バッターは大柳。
投げました。スタミナ BR がすげー残ってんな。いきなり152キロ打ちました。1、2塁間のゴロ。海道のさ、ホットピッチャー要は1回も出てないんでしょう。打ちました。初球ピッチャーってそう考えると、さあいよいよ熾烈な争いだな。バッターは5番アリムだ。ここは何としても抑えたい場面。だいたい好調をよくなんてさ、いても2人とかじゃないですか。そのすげえピッチャーなんて多分3人も4人もいないっしょ。だってよし、じゃあ最後だね。もうここはメンタルやるしかないんで、 53% でダブルタックは無理。ワールド高校、高校かな、なんかな、ギブソンとか超相手にしたくねえんだけど。少し上げられるやつ、変化球とかだからさ、ないんだってもう。手応え、まあ、20だったら大丈夫か。で最後にもらって復活ってさ、技術どれだけ使ったっけ。やっぱ100は残しとこう。怖い、まあ、ルナちゃんもくれるからね、エピローグポイント。それ考えればまあ復活取る分だけは絶対あると思うんだけど。全国の よしとし、お前がちょっとまず点を取る、切り込み隊長として。なぜかちょっとやる気がないんだけど毎回。ムービングファーストをちょっとずらされたな。絶好調かならいける。なんで奥山くんとか絶対走らないでしょ。二塁に牽制ってだってさ、結構リスキーじゃない。後ろ向いて投げるんだから。普通のピッチャーはなんてことないのかな。第4球を投げた。ほらいいね。あとは俺が抑えればなんてこと。オーダム、カワエス、やるな。1番バッターのくせに。オーダムって打ちました。これはファースト間に合いません。ファールボール。振ってくれんのかな、この見せ玉的なやつ。変化球、空振り三振。まあいいや、とりあえずどん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 調子を下げていこう。こいつらも街道追加点のチャンスです。草野もいける。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で草野。バント丸とかいらないから本当に。カーバーストライク。第3球を投げました。あ、打った当たりだ。歯はねえわやっぱり草野。これでスリー。おお、追加点のチャンスを迎えました。いいね、ノーアウトランナー一塁二塁という場面で神保。第1打席はフォアボール。第2球投げました。すげえ打ってくれるわ。佐藤薬師寺さすがだね。第3球を投げました。ボール外へ。これ満塁になるんじゃないか。第4球を投げた、うん、2者連続のフォアボール。これで満塁です。2者連続フォアボールだったんだ。投げた、初球見送ってストライク。まずは見送りました。キャッチャー誰だ、ナヌークか。ナヌークはキャッチャー丸とか持ってないからね確か。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った、流し打ち、アルボール。切れたか。投げた、粘り打ちを見ろ。おお、全身の内野を超えたね。山谷タイムリーヒット。海道なおもチャンスが続きます。いや、アローも第2球しいピッチングだね。これはショート左へのライナー。ギャネンドラ、これでギャネンドラなんだ。ランナーはフルベース変わりません。これは見送る。第2球、こういうチャンスのところでもしっかり打てるように弾道とミートを上げてきたんだ。全然ダメだったやべえお前だ。やはり絶好調で全てのマイナス能力が消えている。第2球投げました。ここで満塁で第3球を投げました。前の力を見せてみろ。全然ダメだった。アウト、スリーアウトチェンジ。いやビクターマキシマムギブソンジュニアとか超嫌なんだけど。3-4-5超嫌だマジで。やぶねえ抑えたか。なんだかんだで抑えてくれてんな。トップバッターはモース。でも2位からかってことは2-3-4に回ってくるのね。ギブソンジュニアってしかもさ4番じゃないんだ。マキシマムだったよね。投げた、オッケー、まず1人ビクターいい構えだ。ダベルジヒッター持ってっかんね。え、そうか、威圧感持ってんだっけビクターって。あと1人、投手覚えてないからな俺。ここは何としても抑えたい場面。マキシマムのさ能力とか全く分かんねえんだけど。初球を打ちました。鈍いゴロ、しょぼかったね。カイドウ
優勝を決めました。やったぜ。頂点に立ちました。今日ついに全国の頂点までたどり着きました。はい、まあ、88か、全然悪くない。1位ではない、悲しい。先発にしましょう。でちょっとまずはルナちゃんか。ルナちゃんいいよ、適当で。ほい、ここで尻上がりくれんだ。でまあ一応内容は一緒だけど見とこう。ほいほいほい、ちょっと待って、もう一回ほいほいほい筋力は95、技術もくれる、変化球もくれる、精神もくれる、復活、よーし。おお、9400。まあ、強化回答結構ね、ピッチャーは作りやすいと思うんで。変化球があるな、すっげえあるな。かといって次の球種はもう覚えられないか、なんかサークルチェンジかチェンジアップ覚えようかなって思ったけど、そこまでのあれはないんで、まあ、まずは復活1だよね。92、65、65、127、重いは重いな。まあでも変化球ポイントさばけるし。で、あ、俺手応えも取ったんだ。手応えを取ってしまっているのか。牽制か打球反応かって言ったらやっぱ打球反応の方がいい。変化球さばきたいね。ムービングファーストでも取る。筋力をあんまり使わない。で高速スライダーが何かを5にしよう。スローカーブだな。スローカーブを5にしておくか。で余ってるからちょっと待って、技術足りないからコントロールは C でいくしかない。157までいったな。でスタミナ A に持っていく。さあそっからスタミナって査定に関係ないからね。実際技術がなくなっちゃってるからもう根性とかそこら辺を取るしかないのか。ほい、ポーカーフェイスはちょっといらない。あと上げられるのはパワーなんて上げてもしょうがないしけど、まあ、いっか。でスタミナちょいと上げようと。まあこんな感じですね。ちょっと青徳技術が不足してたからちょっと青徳が、なんか物足りない感じはしますけれども、金徳自体は 1,2,3,4,5,6,7,8 か。まあやっぱり多いね。そうですね、ジャストフィットと精密機械分のやっぱり直撮りの技術が厳しかったっていうところかな。まあそんな感じで、でもまあね、鉄腕がとにかく軽かったね。鉄腕の軽さは異常だった。で、あと、やっぱり復活っていうのも取れるんで。いや、いいね。なぎさちゃんはいいよ。これは多分流行るね。やっぱ2つ取れ、通して特に流行ると思うんで。まあちょっとね、まだガチャの方は引いてないんですけれども、まあ、またガチャ引いたらちょっと、公開していきたいと思います。まあそんな感じで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。